スープ定食丸太郎さんの準備中でございますけれども、ちょっと試作品の、メニューができたようなので、ちょっと試食タイムということで急遽電話しております。ここでスープと、それからアクアパッツァ、アクアパッツァ、はい、アクアパッツァ、これは、アスパラのオムレツ、オムレツ、はい、でサラダと、サラダとカブとお揚げの煮物です。そしてメインのスープ、はい、これは何スープ？これは旬のお野菜スープです。 OK、はい、野菜たっぷりのスープです。うん、甘い、痛い、うん、うまい。実は私この PTA 会長やってましてですね、今年自美小学校が150周年を8年にこの自美小学校の前身である学校が、設立されて、今年、2024年で150周年ということなんだそうですね。記念事業としてのやっぱりメインは、弘前のねぷた祭りに、自民小学校として合同運行に参加しようということが一番メインになるのかな。それから地域の皆さんもぜひご協力をお願いしたいところでございます。横のつながりがどうしてもこう希薄になるんですよね。3密を避けてください言われてたじゃないですか。でどうしてもこう集まって会議をしたりとか、あるいは会議の後にちょっと懇親会したりとか、そういうことがずっと制御されてきましたので、ここに来てですね、なかなかその横のつながりがないということで、集まって会議できなくてもなんとか物事を決めていけるように、例えばスマートフォンを使って LINE グループとかね、いろんなネットを介して情報共有できる仕組みも急速にできてます。そのね、親父の会っていうのがね、なかなか面白い。何言うんだろう、30数名のコミュニティなんですけど、とにかく飲みたいんですよ。汗かいてその飲むと、わかります？よくあるじゃないですか、飲むために頑張ってるみたいな。で親父の会も飲みたい理由のためになんかこう作業をしているというような、見方もあるかもしれませんね。で、特に畑作業をしました、その夕方集まって、ちょっと軽く飲むんですっていうのもやってるんですけどね。で玉運動のギャラリーでやることが結構あります。っていうのはやっぱり地域で、この自民学区の地域って今あんまりね、その居酒屋さんとかちょっとこう飲める場所っていうのが少なかったりするんですよね。でなましてそのなんていうのかな、今ちょっと高いじゃないですか。外で飲むとさ、5000円とか1人5000円とかいっちゃうんじゃないですかね。だから私たちがやってるのは、玉運動ギャラリーはいつでも開放してまして、飲むもの、飲み物は自分で飲むものを自分で持ってきてくださいと。それから一品だけそれぞれちょっと何でもいいです。漬物とかでもいいし、焼きそば作ったり枝豆でもいい、まあとにかく一品だけ持ってきてくだされば、例えば10人来れば10品じゃないですか、食べ物も。で飲み物も自分のものだし、結構そうやるとね、1人どうだろうね、2000円かがないぐらいであるんじゃないですか、時間無制限でやれるしね。でそういう意味ではちょっと玉運動ギャラリーは親父の会のたまり場になっておりますけども、私はそれはただたまり場というと言い方悪いかもしれませんけど、そこでいろんなそのコミュニティでもって、この新しい地域の、まあ、子どもたちがこの成長していくためのいろんなまた話し合いもあるわけですよ。飲んでるだけに見えますけども、子どもたちのためになんかこういろんな情報を交換しているところもあるんですね。だからそういう場面はすごく大事にしようかなと思っています。